スクリームウェブサイトをご覧の皆様、フォークスのボーカルギター岩井文人です。僕らフォークス、2月の25日に、スノータウンという、セカンドミニアルバムをリリースすることが決定しました。スノータウンというタイトル通り、雪の街を描いてまして、僕たちのホームの、北海道の、街をテーマにした作品で、今の時期北海道は本当に一面こう銀世界で、本当に真っ白な雪景色なんですけれども、そんな僕たちにとっては日常のその景色を切り取った物語と、そしてそんな北海道の音とか空気感を感じてもらえるような音ができましたので、ぜひ聴いていただきたいです。あとそしてそのスノータウンリリース後5月にワンマンツアーが決定しました。イエイ。名古屋と大阪、東京、北海道と、4カ所回らせてもらうんですが、タイトルがインブルーム、ツアー2015ということで、スノータウンというその雪の降る街をテーマにした作品から、こう雪が溶けて、で花をこう咲かして、たくさんの人とこう自分たちの音楽を共有したいという気持ちを込めて続けたタイトルですので、ぜひたくさんの人に遊びに来てほしいです。よろしくお願いします。フォークスが共同生活をしている、北海道にあるフォークスハウスという一軒家からも、ユーストリームで、生配信ライブとかも、してるし、今年は、そんな感じで、北海道からたくさん発信をして、皆さんにフォークスの名前をたくさん聞いてもらえるような年にしようと思っているので、ぜひ、家にも遊びに来てください。以上、フォークスの岩井文人でした。